ご無礼します。郷ひろみが芸能界で、桃江ちゃんが一番好きだった。山口桃江って人は好きでしたね。アイドル時代にマネージャーや周囲の目を盗み、桃江ちゃんに電話番号をそっと渡したけど、相手にされなかった。桃江ちゃんは当時は、夫となる三浦友和と交際していて、お互いが結婚を意識していた。桃江ちゃんにすれば、郷ひろみは眼中にもなかった。しかし、ひろみは僕が好きだってことは、桃江ちゃんは分かってたんじゃないかな。僕が好きだってことは分かってたと思う。僕より3つ年下だけど、はるかに精神的には桃江ちゃんが上でしたね。精神的に年齢が上だったというのは、多分僕みたいなものを相手にしてもろくなことはないわって思ってたんじゃないかね。早い話が振られたんですよ。ご無礼しました。